にちは、ドロビー翔太です。今回はつけるだけでイタリアン、誰でも簡単、鶏ももの香草焼き屋でーし。あ、もうこれ超おすすめ、マジでめちゃくちゃ簡単で洋風イタリアン、もうその感じおしゃれな感じ。もうおしゃれ、そうそれが言いたかった。もうおしゃれな感じ、出てきたらめっちゃ料理できるやみたいな感じだね。ああ。うん、それとあとキャンプにもねおすすめ。ジップロックに入れてねつけて持っていくだけやから。本当に簡単で美味しくて、どう？おしゃれ。そう。おしゃれ。本当にね。もうめちゃくちゃおすすめ。入れるだけ。うん。それではいきまーす。パン。Let's cook it。材料です。鶏もも。オリーブオイル、ローズマリー、塩コショウ、ガーリックパウダー、唐辛子、以上です。うまうまだよ。鶏もも切っていきます。まずね、軟骨と臭いね、油のとこね掃除していきます。筋のとこもね、取っちゃおうかね。じゃあ、なんと、この油がね、いっぱいあるとこ、ここもね、取っちゃいましょう。よし。で、チキンステーキってこうやってね、このまま大きい感じやんか。うんうん。でも焼けたら切らなあかんやん、うん、だから今回はね、もう先に切っちゃう。一口サイズに切って焼く方が食べやすくて早く焼けるからめちゃくちゃいいと思うな。へー、これぐらいに切っていこうか。もう板のまんまね、かっこいいけどね、見た目もいいけど、うんうん、もう実際食べやすいのはね、もう先切っておくこと。特にキャンプとかやったらね、切るもめんどくさいやん。だから向こうで焼くだけ、もうそれが一番いいと思うわ。よし、これでいこうか。はい、ジップロック、めちゃくちゃ便利やんな。捨てて帰れるからね、これジャンプ行った時に、うんうん、まあ、普通ね、あのポリ袋でもいいんですけど、よっ、ここに塩コショウ、フリフリ、よし。まずね、塩コショウだけでもみもみしてね、鶏全体にねなじませてください。なもんでね、よし、しっかりね揉んだらガーリックパウダー、ふい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 。あの、生のガーリックでもいいんやけど、うん、焼くときにさ、結局なあんまり食べられへんから、もうパウダーの方が使いやすくていいと思うわ。で、鷹の爪をひとつまみ、オリーブオイル、鶏が浸るまで、これぐらいかね。これぐらい。うん。こうしたらもう向こうで油もひかんでいい。ああ。ほんまに焼くだけ。うん。超楽でしょ。楽。してローズマリー。売ってるそれ。売ってるし、その辺にもなってるよね。嘘やん。うん、店の前にもあるしな。なんか結構なってる。嘘やろ。ほんま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 。ねえ。結構鳴ってるよ、鳴ってるで。見たことないこんなん。ある。鳴ってんねん、結構意外と。ちょっとクリスマスツリーっぽいやつ。あ、そう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 。だよ、ぶちかん。あ、外で撮ったやつはね、水洗いしてください。外で撮る人おらんやろ。え、おるて。はい。おしゃれ、これが入るだけでおしゃれ。ほんまや。で、できるだけ空気を抜いて閉じます。よいしょ。これで半日から1日寝かして、もう焼くだけでめちゃくちゃ美味しい。で、鶏もね、少し柔らかくなった感じがするわ。うーん、で、味が入ってるしね、まさに簡単でうまい、うん、仕込みもね、時間いらんしね、早い、安い、うまいよ。それでは半日後。
さあ、半日が経ちました。これでも焼くだけなんだから素晴らしいよね。何もいらない、もう焼くだけ。火をつけます。あ、一つねちょっとポイントとすればね、うん、油が入るから、うん、塩コショウがちょっと弱くなりがちだと思うね、うん、だから思ってるよりねちょっと強めに塩コショウしてください。はい、もう焼いていくだけよ。はい、もう一気に入れちゃおう。はい、ボン。油がね、やっぱ多いから、鶏の水が出て、どうしてもね、バチバチ跳ねるところから気をつけて、跳ねやすいんでね。で、油がね、油じゃなかったらええやんと思うけど、この油も、言ったらアヒージョみたいなもんやね。塩、コショウ、ニンニクあるからね。で、香草の香りもして、これをパンにつけても美味しいんや、また。あー、いいね。うん。どう、匂ってきたよ、この香草の香りが。すごいする。するやろ。なんか、なんやろ。なんていうの、この感じ。森林、森林。なんていうのやろ、なんか爽やかなね。香り、草原、草原じゃないな。癒されるというか、なんか。別荘地みたい。うん。もう異国というか、何やろな、こうリラックスじゃない、リラックスじゃないけど、なんかこう、癒し、アロマティックなね、アロマティックな、香りが漂っております。あー、いい感じ。完全に焼き上がりました。もう本当に焼くだけで簡単。盛り付けていきます。いただきます。香りがめちゃくちゃいいわ、ほんまに。こうやって食べれるの？食べれる食べれる。食べてみよう、うん、パリッとして香ばしくて美味しい。へえ。基本的に香りはもう全体に馴染んでるから、うん、こいつだけガッてくるってことはない。あ、そうなの。唐辛子と一緒やな。あ、唐辛子も火入れたらそいつだけで食べてもあんま味せん、味せない、辛くないやん。うまい。うまい。こうパンも一緒につけて食べれそうやろ。うん、絶対美味しい。それ、うん、いい香りやね、やっぱローズマリーって。ちょっと好き嫌いあるかもしれないけどね。これはもうめっちゃ好き、うん、食べれた。うん、めっちゃ美味しい、うん、柔らかい。なんか草って思ってごめんなさいって感じ。うんうん。草。草やんと思ってた。まあ、その辺になってるからね。それはちょっとよくわからない。このオリーブオイルのタレ、うん、美味しいね。お店出てくるみたいじゃない、マジで。うん。香草焼き、鶏肉の香草焼きなんたら仕立て、うん。いや、マジで。でもあんまり変わらんとも出てくるんだ。こうやって柔らかくなってる、もしかして。うん、柔らかくなってる。焼くときに油がやっぱまみれてるから、うん、パサパサにはなりにくいよね。プリプリ。うん、もうこれから得意料理、香草焼きって言おうかな。めっちゃおしゃれな人みたいや。うまいうまい。
あと辛だけな。え、食べた食べた。え、んさっき言ってよ食べたやん、辛ごと。全然売ってなかった。ほんまに。こうやって食べれるの？食べれる食べれる。へえ、食べてみよう、うん、パリッとして香ばしくて美味しいよ。へえ。この芯が、うん、ちょっと口残んねんな。うん、だから気になる人はこの芯からこの葉っぱだけバーって取って入れたら口に残らず食べやすいと思う。さっき言ってよ。なんか、うん、なんか俺はちょっと芯やなと思って。でもまあ唐辛子もそんな感じや、うん、ちょっとあるから、うん、あ、そんな感じやと思って。俺ちょっと面倒くさいからもうそのままバッて入れただけやけど。まあこうやって食べれることもあるから。そう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 、食べれることはね口に残るってだけで食べれる。うん、うん、美味しかった。いやもうキャンプで出てきたらめっちゃできる人やろこれ。できる人。やっぱ養殖って強いな、キャンプって強い、うん、かっこいいよできたら、うん、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。